パトリック・マイケル・ラフターは、オーストラリア・クイーンズランド州、マウント・アイザ出身の元男子、プロテニス選手。1997年1998年、全米オープン男子シングルスで大会に連覇を達成した選手である。ATP ツアーで、全米オープン2勝を含む、シングルス11勝、ダブルス10勝を挙げた。 身長1 8 5トル体重8 6ラム右利き、バックハンドストロークは片手打ち。ラフターは9人兄弟の7番目の子供として生まれ、1991年に19歳でプロ入りした。1994年から男子テニス国別対抗戦デビスカップオーストラリア代表選手になる。彼は遅咲きの選手で、 現役生活の後半にこそ、世界最高のサーブブレイヤーとして、名実ともに、オーストラリアの第一人者となった。1997年全米オープン初優勝は、彼の ATP ツアー2勝目であった。その決勝では、グレグル・ゼドスキーを6から3、6から2、4から6、7から5で破った。オーストラリア人、テニス選手の4大大会男子シングルス優勝は、 1987年ウィンブルドン選手権優勝のパッドキャッシュ以来10年ぶりの快挙であった。これを皮切りにラフターは世界トップ選手としての活躍を始める。1998年全米オープン決勝でラフターは4歳年下の後輩選手マーク・フィリプーシスとのオーストラリア対決を6の3、3から6、6から2、6から0で制して大会に連覇を達成した。 かつて、ラフターとフィリプルシスは1996年ウィンブルドン選手権、男子ダブルスと1996年、全米オープン男子ダブルスのベスト4に進出したほどの親友だったが、ラフターの全米オープン優勝以後は仲違いをしている。1999年7月26日付の世界ランキングでラフターは1位を記録した。 しかし翌週間落しラフターの1位はわずか1週間で終わった。3連覇を目指して臨んだ1999年全米オープン1回戦でラフターはセドリック・ピオリーンと対戦中に故障を起こし6から4、6から4、3から6、5から7、0から1で途中棄権を余儀なくされた。2年連続優勝者が翌年の1回戦で敗退したこのアクシデントは 全米オープン史上初の陳次として100年で初めての大波乱と言われた。ウィンブルドン選手権でのラフターは2000年と2001年の2年連続で準優勝がある。2000年の決勝戦ではピート3プラスに2001年はゴランイワニセビッチに敗れた。その他の4大大会では1997年全仏オープンと2001年全豪オープンでベスト4。 進出があった。2001年前後をオープン準決勝では、対戦相手のアンドレアガシを、セットカウント2から1と追い詰めながらも、左足にけいを起こして5から7、6から2、7から6、2から6、3から6の逆転負けに終わっている。通常なら、危険してもおかしくないところを、彼は最後までフルセットを戦い抜き、試合終了後は、会場の地元ファンから、 スタンディングオベーションが送られた。どんな時でも全力でぶつかる姿と、オージーに多いと言われるアイアンマンぶりを発揮したその試合は、大会のベストマッチと称された。ダブルスでのラフターは、1999年、前後オープンでヨナス・ビオルクマンと組んだ優勝がある。1996年ウィンブルドン選手権と全米オープンの2大会連続で、 マーク・フィリプーシスと組んで2大会連続のベスト4に進出していた。フィリプーシスと仲たがいした後、ラフターはビョルクマンと組む機会が多くなり、1998年、全仏オープンと1998年ウィンブルドン選手権の2大会連続でベスト4に入る。そして1999年、全豪オープン男子ダブルス決勝で、ラフターとビョルクマンはマフェシュブパシ、 リーンダーパイス組を6から3、4から6、6から4、6から7、6から4で破って初優勝を決めた。ラフターは現役生活の間甘いマスクで最もセクシーなプロ選手と称され高い人気を誇った。デビスカップ2001決勝対フランス戦ではシングルスでセバスチャン・グロジャンに6から3、7から6、7から5で勝利したが通算2勝3敗で デビスカップオーストラリア代表は優勝を逃した。この試合を最後に現役引退を表明した。その後2004年全豪オープンでジョシュア・イーグルとまた2014年全豪オープンにもレイトン・ヒュイットと組んでダブルスに出場したが共に一回戦で敗退した。2006年7月15日、ラフターはガブリエラ・サバティーニラと共に国際テニス伝堂入りを果たした。 2011年から2015年まで、デビスカップオーストラリア代表監督を務めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。